中二病的四名家。チタンダエルです。チタンダさん、チタンダさんってあのチタンダさんですか？どうかしたのか宝太郎？チタンダ家の名前を聞いたことがないのかい？神山市に旧家名家は少なくないけど、桁上がりの四名家といえばその筋じゃ有名だよ。ほほう、桁上がりの四名家ね。アレクス神社の十文字家、諸子サルスベリ家、豪農チタンダ家、山持ちの万人橋家さ。数字が一桁ずつ上がっていくから、人呼んで桁上がりの四名家。その通り。カホさん。誰？まさか彼女は。そう、私の名は十文字カホ。桁上がりの四名家の一つ、十文字家を滑る者なり。滑るって？チタンダエル、今日は神山市の支配者を決める2、3年に一度の日。よもや忘れたとは言うまいな。アバウトだな。もちろんですカホさん。私は恐れていました。チタンダ家の女としていつかあなたと戦う時が来るだろうと。戦うのか？ですがもう逃げません。今日こそケリをつけましょう。縄文時代から続く十文字とチタンダの確執に。ふるならば行くぞ。占い剣で鍛えた我が呪術を持って。チタンダエル、お前を電波田の肥やしにしてくれる。十文字家総伝暗殺数秘術、奥義ヘルクルーセイダーズ。おお、すごい。なんかダークで強そうな軍勢が現れて、チタンダさんめがけて突撃した。ここ物質だろ。そしてチタンダさんは見えないバリアを展開してかろうじて防御している。バリアとか。さすがですカホさん。どうだ、我がヘルクルーセイダーズの威力は。漢字で書くと暗黒滅殺十字軍、ルビでヘルクルーセイダーズだ。ああ、十文字だけにヘルクルーセイダーズ。わかったって。ですが負けません。チタンダさんのバリアが十文字さんの術を打ち破った。うん、教えてあげましょう、なぜ私がブラッディファーマーと呼ばれるのかを。何その新設定。漢字で書くと鮮血の農夫、ルビでブラッディファーマーです。わかったから。豪農チタンダ家奥義、漢字で書いて先人の拳、ルビでサウザンドフィスト。うわー、無数の拳をチタンダさんが。あーたたたたとか、おーらおらおらとか。その掛け声はどうなんだ。チータタ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 タ。あー、もういい。すごい、十文字さんが押されている。これはこの私が直撃を受けている。所詮あなたは十文字、チタンダの敵ではありません。十と千の違いだというのか。ええ、まあ。おのれおのれ、チタンダエル、エルエルはリップの。おお、勝ちました。負けました。十文字カホ死亡確認。死んだのか。終了。万人橋様、サルスベリ様、十文字カホがチタンダエルに敗れました。ご苦労当該と。下がってよい。はは。十文字が敗れたか。だが十文字は我ら桁上がりの四名家の中でも最弱。万人橋様、次は私サルスベリが参りましょう。よかろう。豪農チタンダの娘の首、楽しみにしておるぞ。お任せください。もういいかな。続きません。よかった。